ついたら、このコーンの左側、赤レーンに行ってください。右側の信号がついたらこっちに行きます。左側の信号がついたら右に逃げます。OK ですか？39。おー、踏んでないです。39キロ、バッチリですね。初めて拍手もらいました。ありがとうございます。おめでとうございます。感じて欲しかったのは何かというと10キロの違いなんです。おそらくほとんどの方は40キロよりも30キロの方が心のゆとりというか少し余裕があったと思うんです。それがたった10キロ増えるだけでもう難しくてたまらないって皆さんお答えです。ということは、皆さん今後も安全運転もっとされると思うんですが、一つ私からのお願いがあります。皆さんが安全運転するプラスアルファですね、皆さんが安全運転の発信者になってほしいな、交通安全の発信者になってほしいなと思ってるんですね。こういったカリキュラムせっかく受けられたので、周りの人にこういうことあったよとか、簡単にブレーキ踏めんとよ伝えていただくだけで、皆さんの周りからも事故が一つずつ減っていくと私は信じてますので。